はい、宮内庁のみならず警備関係者まで不満を貯めていたらしいです。デイリー新潮が暴露しております。今年4月、伊勢神宮の話ですね。宮宮様、紀子様を伴い4月20から23日のスケジュールで三重県の伊勢神宮などを参拝されました。皇位継承順位1位の皇嗣になったことを報告するためでしたが、東京から三重、奈良、京都、大阪を訪れるにあたって使われた交通手段は車でした。これは皇室の泊まりがけの移動では異例のことでしたと。車の場合4日間で約800キロの走行距離となるわけですが、で紀子様自体は般若の顔と呼ばれるぐらいの気質をお持ちですから、運転手としてはビクビクしますよね。車の方がかなり新幹線に比べてお金がかかるのはですね、目に見えてるわけですよね。鉄道を利用すると見物人が集まって密の状態ができてしまうと。宮宮様はそれを是とされずですね、車での移動を判断されたということでしたと。私的には密を避けるというよりは苦情とか批判を避ける狙いがあるんじゃないのかなと思います。実際三重県警の地区警官の方が異例の警告をしてるんですよ。記者は思わず耳を疑ったそうなんですね。3つの約束を守ってくださいねと。1つ目は押さない、これわかりますよ。また2つ目は走らない、やる方もいらっしゃるかもしれませんから、まあこれ注意するのはわかるんですけど、そして3つ目に物を投げないでくださいと。まあ、これは明らかに宮宮様も意識されてご注意かなと思います。普通に考えて伊勢神宮で物を投げるような人っているでしょうか。私はですね、伊勢神宮とかですね、結構行ったんですけども、まあ、少なからずそんな不審人物はいないですよ。でこの警察官はさらに続けたと。ペットボトルなどを投げないでください、そうしたものを投げられますと宮宮様に当たって怪我をされることもありますので、ペットボトルをお持ちの方はカバンにしまうようお願いしますと。もう宮宮様の名前は出されてますから、確実に宮宮様を意識した注意であることは明らかなんですよね。今までこんな注意されたことなかったわけですよ。皇族の到着を迎える場で物を投げないでというセリフを一度も聞いたことないと。まあそりゃそうですよね。3つの約束という呼びかけ自体は一般的ですが、3つ目は手を突き出さないでと。わかりますよ、まだやる人はいるかもしれない。ペットボトル投げる人が伊勢神宮でどれくらいいるんでしょうか。かなり少ないですよね。少ないというかいないですよね。で現在の宮宮家に対しては長女小室眞子さんの結婚をめぐる騒動なので、批判的な言説が少なからずあるからだろうかと。宮宮様が来られたら警察官の頭の中だと思うんですけども、もしかしたらペットボトルが投げられる可能性もあると。避けるためにですね、やめてくださいねと言ったと思うんです。実際に物を投げる人がいるとは思えないが、まあそうですよね。で警察官は万一の事態を恐れていったのかもしれない、そう思いますよ。少なくとも3回は同じセリフを繰り返したと。そんだけ警戒されてたわけですよ。こんな異例ですよ。国民からの信頼とか賛同があれば物を投げられる可能性なんてゼロなので、これが宮宮様の信頼のなさを表しているのかなと。そのご判断自体はあれなかを考慮したものなのだが、これに対しては庁内で異論があったのだというと。800キロの走行距離をわざわざ車で移動したっていうのは、新幹線を使うと見物人が集まって批判がされる可能性がかなり高いじゃないですか。そういうのを避ける手段として車で行ったんじゃないかなと思いますね。興味深いのが岐阜県を訪れたんですね、宮宮様。この時はなぜか車じゃなくて新幹線で移動されてるわけですよ。辻褄が全く合わない一貫性が皆無なんですね。今回の岐阜訪問は新幹線で移動していると。利用客が多い名古屋駅を避けて岐阜羽島駅を使うことで密集を避けられると宮内庁が判断したと。確かに岐阜羽島駅っていうのは利用者数が最小駅とも呼ばれるぐらいかなり少ない。調べてみましたが、岐阜駅だと 64,242人なんですね。これでもかなり少ないと思いますけど、名古屋駅に比べたらね、1日の利用者数が多い駅ランキング、岐阜羽島駅はこれの10分の1以下、5588人しかおりません。この程度人数であれば、見物にも殺到しないし、おそらく批判をされることがないから新幹線を使ったと。これが逆に名古屋で降りるっていう話だったら、おそらく車で行かれてたと思いますけどね。宮内庁とか警備関係者がかなり気を使わないといけないような状況が今の宮宮様の状態なんです。それは不満が上がるのは当たり前ですよね。違う皇族の方だったらこんなことありえないです。こんな気を使わなくていいわけですよ。それは不満出ますわな。で側近や宮内庁の幹部は電車がいいんではないでしょうかと伝えて、わざわざ伝えられてたらしいんです。車による移動のリスクについて進言したと。しかし車によって移動すると
新幹線だったら時間決まってますから、名古屋駅で待ち構えるとかできるわけですね、記者がね。車だと読みづらいので、まあ、そういう狙いもあると思います。巻くためでしょ。運転や警備について相当な負荷がかかると、結果的にそうした意見が受け入れられなかったということもあって、宮内庁や警備等の関係者の中には不満を感じる者もいたようですと。密のためじゃないですよ。密を考えるんであればリモートでいいじゃないですかっていう。エミアスマート実際に、まあ、よくわからないリモート食事とかされてますよ。でっかいモニターがあって、そこにエミア様がですね、映されて食事をされてるんですけど、リアルで集まった人たちがそれに合わせて食事をするような謎のイベントをされてるわけですね。このイベントよくわからないんですけども、まあ、そんなイベントに何の価値があるんでしょうかっていう。そんなにされてるんですから、別にリモートでもいいわけですよ。本当に密を考えてるんであればリモートにするのかな、妥当じゃないですか。だから密を考えてるわけじゃなくて、批判回避を、まあ、一番に考えてるんじゃないのかなと思いますし、まあ、あれやっていうのはすごいね、言い訳に結構使えるんだなと学びましたね。で、エミアスは今回の会見で皇室の情報発信などについて宮内庁側とやり取りをしていることを明かされたと。で、ここにもおそらく紀子様と同様、エミア様もかなり指示を入れてるんじゃないのかなと。まあその指示は、ね、誕生日会見で言われたような、あんな感じのです。何を言ってるのかわからないというか、筋が通ってないような指示なのかなと。宮内庁職員さんはまた不満をためると思います。エミア様であったり紀子様の行動を見ているとかなりマイクロマネジメント気味になっている。まあ、実際、改修工事がありました。紀子様もうかなり工事現場にいらっしゃる。で、なおかつヘルメットまでしてると、かなりがっつり指示をしようとしているのが見え見えじゃないですか。そっから出たのがもっと金曜とかイタリア産の大理石よろしくねみたいな話だったじゃないですか。これはエミア様も同等であると。下がかなりかわいそうですよね。反抗もできないですし、本来ね、まあ、周りが通ってなかったら、反対意見は言えますけども、まあ、エミア様ですからね、直接言ったら、多分、交代とか、首を飛ばされるんじゃないのかなと。簡単にです、紀子様とか、エミア様、首を切ってますよね。エイ様の文章の、コピー問題がバレて、担当職員がですね、飛んだっていう話がありますけども、で、まあ、責任転嫁で一人切っとくみたいな話じゃないですか。誰が一番悪いんですかって思いますけどね。作文っていうのは進学に使われたわけじゃないですか。じゃあその進学を推し進めていた方が悪いんじゃないのかなと。エイ様をかなり進学化させてるっていう動きがあると思うんですよね。トンボの件もそうですよ。エイ様がすごいトンボ好きっていうのがアピールされてますけど、まあ、それは東京大学進学のためのトンボ好きなように見えますし、普通は逆なんですけどね。トンボが好きだから東京大学に行きたい。だったらわかるんですけども、まあ今のですね、患者と東京大学の推薦枠に入りたいからトンボがね、大好き。トンボを博士並みの知識がある。まあそういうふうに使われてるようにしか私は見えないんですね。宮内庁文化祭がありましたよね。まあその時にものすごい成功な作品が出てくるわけですよ。トンボとか、6歳の時はですね、霧神。ものすごい成功でした、あれも。9歳の実物大の信号機を作られるとプラスチックで。しかも、ちゃんと LED が入ってて、光るんですよ。点灯時間は精密に再現されてるんです。赤が6秒とかね。はい。これを9歳が本当に作れるんですかと。まあ、ありえないですよね、普通に考えて。平均身長が135センチぐらいですよね、そのお年って。実物大の信号機の模型って3メートルくらいあるんですよ。自分の身長の2、3倍の模型を作れるんでしょうか。まあだからかなり進化がちょっとね、面白い意見がありましたけども、ツイッターの中ではね。この6歳の霧神から、進化化が始まって、戻れなくなってしまったんじゃないかと。妥当と言いますか。偽りの進化化、はい、この言えば桁です。この桁を無理やり剥がせるために、出てくる話が東京大学ですし、筑波大学附属高校なんじゃないのかなと。身の丈にあって、まあ、前し、まあ、かぶってるのは宮内庁職員でもありますからね。だから、不満なんてたまるのは当たり前ですよ。まあ、一番不満に思ってるのは我々ですけどもね。はい、宮内庁しっかりせえと、まあ、そのように思いますが、中の末端の人とか、下っ端の人はかわいそうですよね。が、内部から聞こえてくるのは、どことなくコミュニケーションがうまくいってないといった声のようだと。もっとあると思いますけどね。コミュニケーションもできるような地盤にないと。はい。まあ以上です。それでは皆様ご一緒に近いです。バイバイ。さよなら。